皆さんこんにちは。こんにちは。クラットキブ TV です。このチャンネルでは現役のウェブマーケターである私たちが最新のマーケティング情報についてお伝えするチャンネルとなっております。まだチャンネル登録をお済みでない方はチャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。本日からなんですけれども、新しく高井さんに動画の方を出演いただくこととなりました。主に同じく、ネット広告、ウェブ広告の、運用を担当して、いるものとなっておりますので、今回もですね、ウェブ広告のところについてより詳しく、ご紹介できればと思っておりますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは、本日のお題になりますが、こちらですね、Google 広告の、アップデートについてご紹介いたします。自動作成アセットと、生成 AI を用いた会話機能について、ご紹介いたします。昨今ですね、AI のチャットボットの普及であったりですとか、AI を取り巻く環境はかなり変化してきておりますので、この Google 広告のところもですね、かなり AI の活用といったところが増えてきております。今回新しくですね、機能の追加という形で会話機能というものがアップデートで追加されるような発表がありましたので、今回はそのあたりについてご紹介させていただければと思います。本日の目次になりますが、まずこちらですね、はじめに自動作成アセットについてご紹介させていただきまして、次に具体的な設定方法についてご説明いたします。最後にですね、今回のアップデートのところになりますが、会話機能というものがどのようなものになるのかというところについてご説明させていただきます。まず自動作成アセットについてご説明いたします。この自動作成アセットですが、広告アカウント内の広告文であったりですとか、ランディングページの情報をもとにですね、新しく広告の見出しや説明文を自動作成していただける機能となっております。この自動作成アセットですが、基本的にはそのユーザーが検索した語句に合わせて見出し、説明文を自動で組み合わせしていただけるものとなっておりますので、よりそのレスポンシブ検索広告などのパフォーマンスの改善に役に立つようなものとなっております。今回自動作成アセットの対象となる部分になりますが、利用の対象がかなり拡大しておりまして、以前まではその英語のキャンペーンを運用する広告アカウントのみが対象にはなっていたんですけれども、現在はですね、対応言語もかなり増えておりまして、日本語も追加したような7言語での利用が可能となっております。またですね、アメリカとイギリスのところで言いますと、広告主を対象としてですね、生成 AI を活用した自動作成アセットというところが、今後数ヶ月以内に利用できるというような発表もありますので、また後日日本のところにも、どんどん使えるようになってくるのかなと思っております。これ、使用することによって、広告の評価が上がるっていうところで、そのクリック単価の改善っていうところにもつながってくると思うので、ぜひ使用していきたいです。そうですね、本当にそのアカウントの改善っていうところでは、この AI っていうのはもうぜひぜひ使っていった方が良いようなところとなってますので、ぜひ利用っていうところも検討いただければと思います。それでは次にですね、自動作成アセットの設定方法についてご説明いたします。まずはですね、アカウントの管理画面を開いていただきまして、左端にあるキャンペーン設定というものを押します。次にですね、該当のキャンペーンというものを選択した後にですね、設定項目の中からこの自動作成アセットという項目を選択していただきます。次にですね、このデフォルトでは無効という形になっているので、この部分を有効に変更していただき、保存をしていただければ完了となっております。またですね、最適化案の、ところからも設定できる、方法がありますので、そちらもご紹介させていただきます。管理画面の左上の部分ですね、最適化案のところを選択していただきまして、この最適化というところがですね、アカウントの過去のパフォーマンスであったりですとか、検索のトレンドによって自動生成されるものにはなるので、もしかするとそのアカウントによっては自動作成アセットっていう項目が表示されていない場合もあるんですけれども、多くのアカウントでは設定していなければ、この最適化案の表示のところに自動作成アセットというものは表示されている可能性が高くなっておりますので、こちらからも選択していただき、有効にすることが可能となっております。設定自体は簡単になっておりまして、最適化案の方で表示されているところをですね、この適用というところを押していただけると、もう有効になるようなものとなっております。これであれば、なんか広告文作るのって結構普段時間かかってると思うんですけど、ボタン一つでできるっていうので、その分試作の考案であったりとか、より他の人間が考えなければいけないところっていうところに時間を使っていけるかなって思うので、ぜひ、使用いただけたらと思います。そうですね。本当になんていうか AI と運用者をうまく両立していくといいますか、なんかそういったところで時短っていうところにもつなげていただければと思います。それでは最後にですね、この会話機能というところについて少しご紹介させていただきます。今回この自動作成アセットと合わせてですね、Google 広告では会話機能というものが発表されました。で、この会話機能というものがどのようなものなのかと申し上げますと、ウェブサイトであったりですとか URL の情報からですね、検索キーワードや広告文などを自動生成してもらえるようなものとなっております。ですので、もう本当に検索キャンペーンであれば、ほぼほぼ自動で作ってもらえるような機能となっておりますので、短時間でですね、配信の構成っていうところを作成することができるような機能となっております。やることなくなってきますね。いや、そうですね。広告運用者からすると、する仕事が少しずつなくなってるのかなとは思うんですけれども、ただですね、施策の展開っていうところはまだまだ人がやっていくべきところになるので、こういった作業については、AI に任すような形で考えるべきところで、人っていうところでやるような形が一番ベストなのかなと思っております。ですね、この会話機能になるんですけれども、一旦まだはですね、日本での導入っていうところは、まだ発表の方はされていないような状態となっておりまして、今後数ヶ月以内にですね、まずはアメリカとイギリスのこの英語圏内でのベータ版テストっていうところが予定されております。ですので、後ほどですね、日本の方にも導入っていったところはかなり期待できるような機能とはなっております。それでは本日ですが、Google 検索広告の自動作成アセットの機能および会話機能についてご説明させていただきました。本日高井さん、いかがだったでしょうか。そうですね。こういった AI 活用っていうところ、今後も増えてくるとは思うんですけれども、やっぱりこういったところでよりAI を用いてその作業的な部分っていうところを、もう少し改善して、で試作であったりとか、そのお客様とコミュニケーションっていったところに、代理店としては、そういったところに時間を使っていけるかなっていうところで、ぜひ使用していけたらと私ども思っております。はいですね、ぜひですね、この機能を使ってみてください。はい、それでは、本日の動画がいいなと思った方はチャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。